熱海市の土石流災害でおととい見つかった遺体の身元が判明しました。一方、避難所となっているホテルではコミュニケーションの難しさが課題となっています。熱海市はおととい見つかった遺体の身元について行方不明になっていた松本希和さん31歳と判明したと発表しました。今回の土石流災害の死者は25人、行方不明者は2人となりました。一方、熱海市内のホテルでは今も177人が避難生活を続けています。今日は避難所となったホテルの自主運営に携わった被災者8人による報告会が開かれ、5年前の熊本地震で被災者のサポートをした鈴木真理子さんがコーディネーターを務めました。避難所のホテルは個室のためプライバシーが守られる一方で、コミュニケーションの難しさが課題です。食事については食堂まで来られない人のために避難者が部屋まで弁当を配っています。正直言って私も気が合ってないので、後で相談してきますっていうことを答えてしまったんですが、それがそういうことがちょっと辛かったところありますね。住民主体、その人主体で復興していくが全部個室に入っていますから、そういう意味ではそれが見えないし、それぞれが見えないっていうところが特徴かなと。県は今後の課題として被災者がホテルを出てからの生活環境までサポートしていくことが大事だとしています。